ね、なんかね、うん、すごい、なんかこれこんなのあるんですね。これちょっとこのままそのままかぶって、なんかね、バカっぽいよ二人とも。本当なんかエナジーボンボンみたいについてるんですけど、いやこれね、ヘアメイクさんが頑張ってセットしてくれてるんですよこれは。それをむざむざね。え、でこれ相手のポンポンを、そう、先にあの取った方が勝ちというわけなんで、はい、まずは第1試合、翔巡査対佐賀巡査です。はじ、い、めはい、お優しいな。これね、いいの真面目に、だ俺ね、カウンターだから。カウンターね、カウンターね。一本いい音したけどね。全く反撃する瞬間がなかった。カウンター全然できずというわけなんですけども、じゃあ次は俺と佐賀君か。佐賀君はもしかして最弱なんじゃない、大丈夫。これ佐賀君が被るのに、はい、じゃあ翔君のやつをもらい、はい、こんなんだってもうわけわかんないからね。おお、抜刀術ですか、はい、すごい、これ見たことあるで。俺あれだよ、飛天光切りだから。はい、では続いて第2試合です。佐賀巡査対虎巡査です。だってさ、そこから上切れなくないだって。どうやって切んだよそれ。いけるいけるいける。いやいや、おかしいよ。絶対おかしい。いけるおかしいから。抜けるって、ルローに、ルローにいけるって、ルローに探しみたいな、なんか早く抜きなよ、頭を。いけるって。いや、あ、じゃあ、いけばいいのね。相手の技より早くだから。よし、いやあ、意外と当たんなかった。やるな、お主やるな。ガードするんだ普通に。びっくりした。いい勝負だぞ、いい勝負だっぽい。そう、本当はガードとかないんだよ。さっき微妙にしてたけど、お、なんかフェンシングやってた。これ一番距離やって。あ、はい、一本。わーい。じゃあ俺のイメージと違ったイメージは、はい、こう来るじゃん、うん、こう来る、こうしたらさっとこう行ってはぁみたいな感じだったんだけど、思いきや、ちょっとね、弱すぎるね佐賀君は。ちょっと、いや、高度な技を、うん、まあ、きっと優しいんだろうね。白羽取ってこうやるもんじゃないからね。こうやるもんだから、両手でまずこうか、こうじゃないの。そうなんですよ。さあ次は怖いな、翔くんと対戦なんで。なんかね、いきなりスピード上がるから翔くん。マジっすか。うわー怖い。よし、はい、じゃあ佐賀さん、はい、はじめ。はい、はい。なんだこれ。なんだろう、こう、なんだこれ、なんだろうね、怖いよ。こう番組的に言うとこう、なんだろう、こうなんかムエタイの人が出てきて、なんかこうガチみたいな。いや、びっくりした、翔くん強いね。でもしかし、はい、もう次、もうなんかこう、もういいや、分かっちゃった。はい。